はい、どうも皆さんこんにちは、須藤です。この度はですね、僕が愛してやまない快活クラブについて非常に残念なお知らせがございます。それは無料モーニングからフライドポテトが正式に廃止されることになったということになります。僕はこのことをネットニュースで知ったので、今回はその真相を探るべく早速快活クラブへと向かってみることにしました。快活クラブでは全国ほとんどの店舗で朝の時間帯に食パンとフライドポテトが食べ放題の無料モーニングを実施しているのですが、今年の2月頃から供給不足を理由にフライドポテトの提供がストップしていたんです。僕は快活クラブを格安ツーリングなどでたびたび利用し、この無料モーニングには何度も何度もお世話になっていたのですが、やはりポテトがないモーニングには何か物足りなさを感じていて、提供再開を心待ちにしていたんですよね。しかし再開のめどが立たないまま月日は流れ、昨今の物価高騰も相まって、もしかしたらこのままポテトはフェードアウトするかもなとも思い始めていたんですが、ついにその想像は現実のものへとなってしまいました。早速店内に入って無料モーニングのコーナーへと足を運びます。するとそこには大きく無料モーニングのポテトに関するお知らせと書かれたサービス終了を案内する看板が設置されていました。よく漫画を読みながらポテトとソフトクリームを食べにモーニングに来ていたんですがね、もうそこに並ぶのは食パンだけになってしまいました。トング掛けにはポテト用トングと書かれたテプラが残されており、確かにフライドポテトがあったことを悲しくも物語っております。ですがなくなったものは仕方ないので、今回も食パンにソフトクリームを塗りたくっていただくことにしました。余談ですが、ここの店舗の一番安い席はオープン PC シートといって、通常のオープンシートにパソコンがついているタイプの店舗でした。このタイプは今まで見たことなかったです。一杯のカフェラテを無料ポテトに捧げ、哀悼の辞を述べさせていただきます。今までありがとうございました。どうか安らかに。パソコンのトップページにもサービス終了に関するお知らせの項目がありました。まあこんなこと言ってますが、快活からフライドポテトが完全になくなったわけではなく、食事メニューからは引き続き注文することはできますので、そこはお間違えのないように。今回は食パンをカフェラテで流し込み、会計を済ませて足早に店を後にします。しかしそこにはやっぱり何か物足りなさを感じるのでした。というわけで、非常にサクッとした内容でしたが、今回の動画いかがでしたでしょうか。快活のヘビーユーザーの方ならかなりがっかりするニュースだったと思います。実際僕もこのニュース初めて聞いた時は非常に残念に思いました。ですが引き続き無料モーニングの食パンは食べられますし、ポテトも注文すれば食べることができますので、今後も快活クラブにはお世話になろうかというふうに思っておりますよ。僕のチャンネルでは快活クラブに快適に宿泊する方法を解説した動画や、北海道を快活クラブのみでツーリングする企画なんかもやっていますので、ぜひそちらの方も一度ご視聴いただければ幸いでございます。これでは僕がですね、逆に快活クラブさんの方にお礼をしなければいけない立場かもしれませんね。快活クラブさん、本当にいつも快適に利用させていただきありがとうございます。どうかこれからもよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。